にやってくれる、はい、鎌倉にお住まいの71歳の男性が書かれた投書ですが、はい、核共有論、背筋が凍ると、うん、ロシアのウクライナの侵略がますます深刻な状況になりつつある。この事態に乗ずるかのように核共有論や非核三原則の見直しが声高に言われるようになった。14日には国連のグテレス事務総長が核戦争の可能性について声明を発表し、背筋が寒くなると述べた。今回の侵略は最終的な地球規模の核戦争の危険性すら感じさせると同時に、図らずも核抑止論の危険性、無力さ、虚構性を明確に示すことになったと。まあ、これ戦争の抑止にはなってないじゃないかっていうことですね。そして自民党の一部とその応援団たちは、核武装が即国を守ると位置づけ、思考停止している。いやいや、戦争の抑止になってないじゃないかと。彼らの魂胆は自分たちの意に反する国民から国を守る。国を守るということよりも自分たちの意に反する国民から国を守ることのように思える、彼らもプーチン大統領と同様の人間のように感じられ、まさに背筋が寒くなる思いがするという投書です、はい、意に反する国民から国を守る、誰から国を守ってるんだと。国は戦争してね、もうね、各国、あの国には負けないと、この国には負けないと、軍事力の強化だと、アメリカではもうそれが盛んに行われて、まあ軍事産業は大儲けなわけだけども、まあ100兆円規模を、ね、今年は100兆円規模の予算を組んでると、100兆円全部、日本の、で107兆ぐらいだっけね、そうですね、ね、国の予算あったら、ね、そのうちの100兆を軍事に使うという話で、日本も107兆の予算の中で、ね、軍事に対する比率が今年、今度はちょっと高くなるんだろうなっていう想像はつくけども、他にもね、お金のかかることはたくさんあるなと思いつつ、しかもこの核共有論、ね、核のドミノが起こることは見え見えで、あっちが核を持てばこっちは核を持つと。ね、しかもそれが今はこの人の庭も抑止にもなってないと、使うぞって話になってると、ね、それでまあそんな風にして民たちはいつもなんかね、まあ、今度の原発も同じことだけどね、さっき話したね、もう、まあ、その牧場で飼ってた牛の殺処分、土地を追われる人々を、構図は一緒だねと思って。そうですね。もうあれだよね、ウクライナでね、国を追われて、シベリアの方に、なんかロシア経由で、まあそっちに行かされるって話も伝わってきてるし、まあ、全部失って、身一つで行くわけだからね。もう保険も、減ったくれも、あったもんじゃないよね。しかもこのルーブルが下がってると、もうお金に価値がなくなってるって、誰のせいでそうなってるんだと。ねえ、いつも民たちはそうやって苦しみながら、ね、国がいい方向に行ってくれないかなってみんな願ってるわけだよね。はい、最初の話。